トロフィー受け取りました、今。やってみようよ。なんか超人気って、霊媒師と狩人とハンターでしたっけ？そうそう、やってみよう、やってみよう。ハンターはいない。ハンター。ちょっとじゃあ、足引っ張るかもしれないけど、ちょっとやってみます。やってみよう、やってみよう。やってみよう、やってみよう。だいたい、ハンターが霊能に変わったぐらいかな。じゃあ今のうちにちょっとなんか声入ってねえじゃねえかよ、このクソアプリがよ。9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。 CEO ございません。はい、なんだっけ、進行論ですよね。単体制作からしっかり入りましょうっていう話をよくしてます。初日からね、ライン考察してしまうと、まあ、結構濁ったりするんで、まあ、結果的にこことここがつながってるからみたいなのをこう後から言うんだったらわかるんですけど、最初からこうラインラインって言ってたらね、結構ね考察濁っちゃう印象があるんで、しっかり単体精査していきましょう。それから、占い師霊能師の方はね、さっきも話ありましたが、初日の初週に出るようにしましょう。感じですかね。まあ、頑張っていきましょう。こんな感じです。1番のプレイヤーは発言してください。占い師カミングアウトします。ランダム白5番さんです。9番さんは1周目の1番手なので分かりません。対抗出たら狼で追っていく、とりあえずは。あ、超人気のラン白でね、まあ狼が出る方が高いのかなと思っておる霊能はもう確実にこんな状態やったら、まあ俺は 2-2 場面になるんちゃうかなと思っとるけどね。だって潜れないわけでしょ。ってなったらもう 2-2 陣形勝てんじゃない。なったらもうわからんからローラーするしかないよね。対抗見つけて対抗できたら相方見つけていきます。ローラーじゃない、潜伏派なのかね。2番のプレイヤーは発言してください。はい、なんや。1が占い、5白把握、9番色落ちっていうか印象じゃない。進行論で色はつけへんから2周目って感じかな。7ってなんかずっと接続切れないけど、俺だけなんかな、これ。接続切れないけど、7。帰ってこんかったら7スロック。あれ、俺のバグか。ごめん。うん、まあ、9-1について触れることほぼないよな。どないしような。うん。まあ、2-2、なんかこの部屋、まあ不思議なルールあるしね。潜伏あかんっていう。不思議。あ、でもどうなるの、潜伏あかんっていうルールあるから、レギュレーション通りが、レギュレーションの確率が高いんかなって思うんやけどね。狼柄内に狂人が上に出る確率が高いかなって思う。不思議っていうのはちょっと怪しいな。3番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。村人陣営でした。1番さんが5番さんに白を把握しました。で、グレーンの9番さん、2番さん、9番さんは、まあ、特に進化ということで色落ちしてないです。で、2番さんに関しても、まあ、9-1触れるとこないって言ったんですけど、一応私は1番さんで気になったのは、まあ、2-2陣形硬いと思う、まあ、そうなるかもしれないんですけど、そうなった時に新霊能や潜伏している狩人さんにどのように動いてほしいのかっていうところまで行ってほしかったかなって思いました。で、もし2-2になった場合は霊能者なと私は思っています。で、あと占い師がもし対抗が出た場合、このレギュレーションだと狼が出ることが多いので、どっちを信で見てるのか言うと、分かりやすいのかなって思いました。4番のプレイヤーは発言してください。はい、4番です。よろしくお願いします。1番さんが5番さんに白は把握してます。うん、まあ、9番さん色落ちがないで、1番さんが、このルールだったら、このルールだったら 2-2 陣形になりやすいんかなって1番さん言ってたんだけど、まあ、1番さん自身が狂人だったら占い師をしないのかなと思った。だから1番さんは神狼なのかなと思った。まあ、そもそもだけど占い師に狂人が出るっていうこと自体が少ないんだけどね。うん、まあ、1番さんはその発言から狂人がないで神狼1かなって思ってる。で、2番に関しては2-7ラインはないのかなというところ。7
7番さんが接続エリアだと思ってたからね。別に考察っていうわけでもないんだけど、27はないのかなと思った。7番さんが占い師使用しても27のラインはないのかなっていうような感じ。で、3番さんに関しては1番さんの叩きがちょっと納得いかなかったから、3番さん印象悪め。別に1番さんに引っかかるとこなかったけどね。3番さんが印象悪かった。以上。5番のプレイヤーは発言してください。まあそうですね。印象だけで言うと確かに3番さんの印象悪いかなといったところはわかるんですけども、その印象の悪かった内容ね、もう少しこう、根掘り葉掘りといったところをすると、周りの人がもうちょっと考察しやすいかなといった環境にはなるかなといったところかなといったところですね。ですね。あ、これボイチェン機能ってなくなったの？まあ、僕正直ね、なんかあんまり色落ちしてないなって思ってて、2週目のプレイ考察聞いてみたいなと思っているところでございますけども、5番に関しては片白ですが、なんかこの位置であんまり色落ちる発言してないなという考察以外のない位置だと僕は思うんですよ。僕自身がね、今喋ってる内容をそういう風にコントロールして喋ってるんでね、あえて。だからね、僕のことを強い位置に上げてきてもいいですが、その理由をしっかり述べてください。はい、上げる人はね、ご自由にしてください。6番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営です。9番さんが始まって、9番さんに関して色落ちないのに2周目から色つけていこうかなと思ってます。1番さんに関しては、なんだろう、3番さんが突っ込んでた22陣形で狩りの、出方っていうか気にならないのかみたいなことを3番さん言ってたけど、1番さん進路って置いたときに、1番さんが狼だったときって、真っ先に狩りは絶対場面出てくださいみたいに言うんじゃないかなと思った。1番さん狼だったとしても狩りと噛みたいだろうし、その発言がなかったってことで1番さん結構新っぽいかなと思っちゃったんだけどな。そこを気になるとやっぱついた3番さんはやっぱ、ちょっとどうなのかなと思っちゃった。だから2周目しっかり、占い師もし2人できた場合、3番さんに関してはしっかり占い師をどっちでシーン見てるかしっかり言ってほしい。4番さんに関しては、ありがとうございます。後でお願いします。1番さんの真偽をちゃんと精査してたつもりがあるから、4番さんは今のところ印象が良いかなって感じ。5番さんに関してはちょっと時間ないんで2周目言います。7番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。ランダムで2番さんが白です。把握お願いします。2番さん、白です。太鼓の1番さんに関してはもうほぼほぼ10中白、狼で見ています。で、これ、霊能まだ出てないですよね。8番さん、新確定っていう形ですよね。了解です。まあ、そのつもりで考察を伸ばします。で、どうなんだろうな、カリウドの話っていうところで、カリウドは潜伏でいいです。別に出てきてね、噛まれるっていうところで。それはもったいない。こいつ時間無駄になっちゃうんでね。アーマーだったら正直いいですよ。うん、村の皆さん。アーマーだったら、100歩譲って許します。単体精査しますけどね、僕はその人のことを。で、9番さんから触れていくと、ちょっと時間ないんですけれども、まあ、進行論って言ってくれた2周目。まあ別に、ライン精査っていうより、なんだろうな。ライン精査もできないのかなって思っちゃったけど、まあ、色落ちなしっていうところで、さんまさんに関しては、もう本当授業のない、ごめんなさい。とりあえず2周目考察伸ばします。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。私、霊能者でした。霊能者です。把握お願いします。で、21番目ということで、私が心霊の進行でお願いします。そうですね。時間もないので、サクッと触れていくんですけど、9番さん、色落ちありませんが、ムラリアル進行論を述べたということで、印象がいいということで、2番さんは7番さんのことで、まあ、色落ちなし。で、3番さん、ちょっとヘイトが若干向かっているんですけど、3番が占いを叩いたということで、まあ、狼らしくない動きではあるが、発言稼ぎのようにも思えた。まだ1人しか出てないから別にまだいいんじゃないかなと思った。考察伸びているなと思ったのは6番さんですね。はい、印象はいいです。5番さんはなんか声変えてちょっと印象が悪かったんですけど、まあ、色落ち本当にないです。占いの真偽はまだついております。2巡目伸ばします。9番のプレイヤーは発言してください。はい、順に触れていきます。1番さんに関しては、まあ、真っ先に対抗狼で見るっていったところからやっぱり進路位置なのかなって思います。で、占い師、7番さんに関しても、まあ、7番さんがもし仮に偽で狂人だったとしても、ここで霊能出るより占い出た方が強い
っていうところからやっぱ進路位置なのかなっていうところですね。で1番さんに関しては、3番さんの話がまあ多いですけど、3番さんの位置叩くなら1番さんは太鼓狼で見てるから狼なんじゃねみたいな叩きだったらいいんですけど、なんか潜伏カリドにどうしてほしいか言ってなかったからっていうのはちょっと、不自然な叩きだなと思いましたね。8番さんに関しては、8番さんが、3番さんは狼だったら狼あの占い叩かないって言ってたけど、あの狼こそ占い叩いて、あのしっかり神明を落としていかないと後々きつくなるから全然あるかなと思いました。で、2、1ですよね。これ5番さん強人なんじゃないって思いませんでした？ 6、7、8番さんからその意見が出なかった。あ、違う。いや、いいのか。7番さんとかから出てもいいかなと思ったんですけど。なんかすごいなんか、俺を釣るなら釣ってもらってもいいぞ、みたいな。けど、しっかり理由言えよな、みたいな。え、片白ですよね、5番さん。なんかすごい、こう、被害妄想みたいなのが大きいなと思って。それすごい人外だなと思いましたね。で盤面的にも 2-1 っていうところと、あと片白の5番さんが怪しいところがやっぱり強靭なんじゃないかなって思ってますね。かなぁ。うん。4番さんに対しては3番さんの殴りが不自然って話してましたよね。6番さんは4番さん印象いい。うん、なるほどなって感じ。で、そう、7番さん、狩り出なくていいって言ってたけど、これ出るしかなくない？で、出た方が良くないですか？グレーズリですよね。狩りつったらやばいでしょ。狩りは出た方がいいと思いますよ。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、カリウド出てもいいんだけど、俺は3番さんがカリウドだったら出てると思うから、3番さん黒いから。ほんで、9番さん絶対村だろ、これ。100%。5番さん 100% 濃い強靭やろ。だって5番さんしかメリットないやん、強靭で出えへんのって。だからそういうことじゃない？これ5番強靭以外で、他に2、3、4、6、9で強靭潜伏、俺ありえへんと思ってないけど。これ5番から言ってもいいんじゃない？だってもうおかしいやん、だって出へんのが。と思っとうけど、俺がまあ最悪やからね、5番に白刺さっとうけど。でもこんな状態で 2-1 番目だったら5番 100% 強靭やと思ってて、今日5番から言ってもいいと思ってる。5番じゃなかったら3番かな。うん、黒いから。だから3番が変わるやったら出てきてっていうところ。まあ2番の、囲いも追っていかなあかんけど、4番さんが言うとったよね、2番さんの囲いはほぼほぼ1でいいんちゃうかなって。それちょっともう一回理由聞かせて。うん。以上、5番は 100% 強靭やと思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。5番正直、なんかもう犯罪者みたいな声で聞き取りにくかったけど、聞き取れたとこだけで判断しても正直全然村っぽくないから、強靭はあるよ、あるけど、あるけど1番はなんで7番の強靭見えへんわけ。7強靭やったらさ、7の、7発言時点で残り8しか残ってないから8の霊能は確定してる。で、もし7が強靭ならの話ね、強靭なら人狼は出てきてないなっていうのが分かるやん。7強靭はないって言っちゃったの。じゃあどっちに出ようかなってなったら、占いに出る確率の方が高いと思うけどね。そう、7強靭もあるのか、うん。その目線が全くないんやなって、1番には。だからちょっと新芽落ちてるかなって。で、まあ5番の強靭性もクソ高いから正直、1が5にしろだしか、7が5を占う必要は全くないと思う。かな。はい。で、まあそうなんよね。7は1を10中8黒と置いたんやね。じゃあ7目線な、強靭潜伏したんやから、明らかに5が強靭っぽいやん。どうなんやろ、知らんけど。俺は5が強靭っぽいなとか思ったけど、その、7がどう見てる、どこを強靭に見てるのか発言なかったからな、どうなんやろな、占い真偽、わからないな。うん。7は新境路あると思うよ。1は新路1かなって感じ。占い生産長すぎたな、ごめん。正直まだ、9はつらん、9はつらん。9は、村目。今の3、4、6正直。3、1叩いたから、8番とかさ、3番が大胆な行動、これ1叩くん別に大胆な行動やから、逆に狼ないとか、そういう考察も一切捨てた方がいいと思うから。うん。3、4、6ね。3そんな叩いたとこ俺気になってないから、正直2周目かな。うん。これ2、1でどこ噛むのがいいんですか？以上ですね。3、4、6から。仮にやられへん。3番のプレイヤーは発言してください。1番さん、7番さんの占い師で、1噛むのありか、これ。霊能師ということで、いや、普通に勝つか。で、片白ですけど、2番さんは白いのかなって思っていて、で、2番さんが白いと思っていることから、1番さんと7番さんで比べると、7番さんの新芽が少し上がったかなっていうふうに思ってる。新芽取れてるからいいか。で、
9番さんと4番さんと6番さん、4番さん、6番さんに関しては、2人とも私を叩いているんですけど、私は4番さんよりも6番さんの方がちょっとなんか黒いのかなって思ってて、4番さんの方が、なんだろう、1番さんの、その位置的な進路位置とか、強靭はないっていう考察と、あと誰かがなんか LINE 考察初日はするなみたいなことを言ってたにもかかわらず、4番さんは確か27 LINE はないですねみたいなことを言っていて、ちょっと LINE 考察チックなことをしていたんですよね。なのでなんかそのこれ3黒でいけるな、誰かにもかかわらずそれをするっていうことこそ大胆な行動なのかなと思っていて、2番狩りかな、白いと思いましたね。なので今日は私は6番さんに投票したいかなっていうふうに思ってます。9番さんは白受けされてるけど、6人投票するの、そんなに白くなかったと思いますよ。4番のプレイヤーは発言してください。2番の3番さんの発言は白いかなと思った、まあ、2番さんも白いと思ってて、で9番さんがちょっと怪しいかなと思ってる、で3番さんに関しては、3番さんの白要素って自分の 白要素の取り方が結構奥深いなと思って、3番さんしっかり考えてるなと思って、3番さん狼ではないのかなっていうふうには思った。4黒って言ってなかった。いや3番さんが狼だとしたらここで9番さんにすり寄るかなっていうのもあるけどね。ちょっと9番さんがちょっと怪しいかなというふうに思ってて、まあめちゃくちゃ怪しいというわけじゃなくて、ちょっと怪しいかなと思ってて、で9番さんは5番さんの強靭が全然あるというふうに言ってて、自分は5番さんが強靭だとしたら、5番さん強靭だとしたらね、まあ5番さん強靭で自分釣られてもいいとか、自分釣るなら理由あげてとか、そういうことを言ってたのは強靭っぽいというのはまだ100歩譲ってわかる。でも5番さんが強靭であれば片白一で霊能使用すると思うんだけど、うん、5番さんが釣られるなら霊能使用すると思うんだけど、強靭であればね、だからで、まあ、5番さん発言で強靭っぽいっていうのはあるけど、自分の考えは5番さんが強靭な霊能使用をするんじゃないかなと思ってる、霊能を道連れにするんじゃないかなと思ってる。だから5番さんっていうのは正直わからない、強靭っぽい発言は残してるけど、さっき言った通りね、で9番さんっていうのが別に、そこまで白いかって言われたら自分もそうではないと思う。だから9番さんか6番さんで入れようと思ってる。3番さんの今の発言は白っぽいと思ってる。めちゃくちゃ白いかって言われても分からないけど。なんでそれで僕が怪しくなるのかは分からないですね。占いに関しては、自分5番さんって片白じゃん。1番さん、占われて白じゃん。それなのに5番つってもいいって言ってるのが、もう、どうなのかなって思ってる。今のところ、9-1ローローで追ってるけど、全然6番さんの発言で変わる。9か6で入れたい。5番のプレイヤーは発言してください。まず大きく皆さんの発言で違うというかおかしいのが、そもそもの話なんですけど、僕は自分のことを釣っていいなんて一言も言ってなくて、僕を釣り位置に上げるのであれば釣り位置も上げてもいいが、その理由を明確に上げてくれと明言しただけです。その発言の捏造がグレーの中から多く広がり、特に9番さんと2番さんから広がっていましたかね。1番さん強靭で僕にかなり強塗りをしていることから、1強の2色とかもあるんじゃないかなと思って、あ、ないわ、7が2章、あ、2が強靭か、1ローで、あー、そうか、2強の1ローとか全然あるな。そもそもなんですけど、僕のこと強靭に置きするんだったら今日はグレーから普通に詰めて、あと僕のこと占わなくていいじゃないですか。僕めちゃめちゃムラリあると思うんですけど、自分の行動、僕のことを占い位置にまず入らない、ゆえに釣り位置に上がるわけないんだよね、片白なのに。かつ強靭で置かれていることから次の日のあるな、噛まれ位置にもならない。意味わかりますか？今日僕のこと釣り位置に上げてる人、村人陣営で後悔しますし、めちゃめちゃミスリードです。よって9番さんと2番さんからいきますね。僕が噛まれ位置に上がらないことでどれだけのメリットがあるのか、ないし僕が潜伏してるメリットが、もうこんなもん強靭しかないだろうって、おかしいだろうが。おい。おい、特に1番。強靭しかないわけねえだろうが。もう一つ、この村で片白もらってる状態で何もせず潜伏するメリットがないし、強靭に見られることによってめちゃめちゃあるメリットがあるものがこの村には一つあるだろうが、考えろ、ゆずり。6番のプレイヤーは発言してください。2周目ね、一番最初3番さんになったんだよね。3番さんに関しては、なんだろう、しっかり自分の意見を持っていた。ちゃんと俺に殴ってきたんだよ、3番さん。3番さん逆に俺つつがすり寄るのかなと思ったけど、殴ってきた。あとちゃんとね、独自4番さん、4番さんは自分で言ってたかな、4番さんの白いとこちゃんと言ってた。
で、4番さんもここで3番さん釣りを押すのかなって見たら、やっぱり3番さんのこと白って言ってきた4番さんも白いかなと思っちゃった。あとね、9番さんに関しては何だろう、5番は強人なんじゃないかって言ったら、別に確かにね、5番さんが確かに怪しいところは山ほどあるんだよ。ただ、別に強人、まだ強人を切ってるのはまだ早いかなと思っちゃった、正直ね。あと、なんか狩りは出た方がいいって言ったけど、9番さん狩りないの透かしちゃったしって思っちゃった、単純にね。あと、やっぱ1番さんに関しては9番さんを村置きしたところ、うん、3番さんは確かに言ってたよね、9番さんそんな 村置きしたい村だったかって言った。2番さんも確かに言ってたよね、9番さん村目とか言ってたんだよね。だからぶっちゃけ、強人っぽいって、ね、なんだろうな、2番さんのが当たり、なんだろう、グレーにし村置きを残してるイメージがあった。2号だったら若干2番さんの方が強人よさあんのかなって思っちゃったかな、俺は。うん。で、4番さんも3番を釣りをしないことから、3、4、白、白で俺は見ちゃったかな。だから現状、消去になっちゃうけど、9番さん釣り位置かなって思っちゃう。かな、うん、で17の精査なんだけどな、正直な、1が7、9を村置きしたのが分かんなかった。まあ7の発言聞くけどね、とりあえず。まあ占い先生に関しては2週、明日からが2日目かなと思っちゃった。うん。今日は3番さん絶対釣りたくない。4番さんに関しても。うん、9番さん1本していいかな。5番さんも9行ってるところから、うん、5番さんが強人だった場合って逆にかばっていくんじゃないかなと思っちゃった。2週目明らかに聞いても3番さんに関しては白かった。4番さんも1週目で俺は白く行ってるからね。うん。9を3位置上げたから5番さん結構、うん、強じめなくなったのかなって思っちゃうけど、普通に。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。うん、まあごめんなさい、そうですね。ほぼほぼ6番さんに便乗っていう形になってしまいます。今日普通に5番さん釣らなくていいです、全然。まあ強人っていう線ももちろんあの可能性の一つじゃありますけれども、そんなのあの明日っていう形ですね。僕目線グレーから詰めたいと思ってます。確かに3、4、6番さんは、どうなんだろうな。2周目の段階でも白くなったなっていう感じ。昨日さっきの発言でごめんなさい言えなかったんですけど、4、6番さんはすごいフラットな目線だったっていうところを言いたかったです。で、付け加えて今日、2周目3番さんも白いなっていうのが正直な印象なところです。消去法で、9番さんって1番さんって、もう9、1ローロー、で、5強人の可能性の一つとしてはっていう形ですかね。現状としてはあくまで。特段別に1番さんも5番さん釣りをしているところ、あれではね、釣りをしているところからなんだろうな、まあ、確かに強人のところはあの可能性の一つはありますけれども、うん、かといって自分の片代を釣りをすっていうのはやっぱり、うん、強人じゃないな、うん、1番さんは。普通に、安直に考えて普通に太鼓の1番さんは狼だと思ってます、普通に。と考えると1番さんがかばった9番さんっていうのが限りなくやっぱり怪しいです、僕目線ね。1周目の段階で3番さんが若干1番さんにヘイトをあの叩いていたのはちょっと若干のライン切りなのかなって思っちゃって、占いには触れずに死ぬか、だから3番さん外して4、6番さんとフラットの目線で話してたっていうところで印象が良かったんですよ、ね、黒要素って何なんだろう。3番さんはもう変わって、3番さんは変わって印象がいいっていう形になりました。カリウドってまあそうですね、9番さんカリードじゃないって透かしてたから大丈夫だよなって思ってます。以上です。今日は、9番さんいきます。8番のプレイヤーは発言してください。そうですね、3番さんから2番さんはどこ釣りたいって言って、2番さんは9は村目って言ってたのかな。で3番さんから9は3番さん9が3番さんが9かあんま白くなかったよねって始まって、4が9って言ってずっと999って流れになってるんだけど、ヘイト集まりすぎじゃないかなって思って、2番さんがそういう逆理論やめた方がいいよと思ったけど、9番さんってトップバッターで情報落ちにくい位置なんだよね。で私はそれでも結構喋ってたと思うから、私は結構ムラリある方だなというふうに思っているからね。はい、仮仕様ってことで把握いたしました。ということは5番さんってことは匂わせですね。はい、5番さんも仮仕様ということで、はい、56のどっちかに人外がいるといったところですね。ムーブとしては5番さんの方が偽ムーブですね。どうしますこの場面。名は無駄遣いしたくないからな。どっちかに強人、まあ、占いって基本的に進路だと思うので、まあ、それは思考ロックなんだけど、どっちかに人外がいると考えたら、どうなんだろうな、5、6、どっちか
今回はレイロラじゃなくてカリロラでいいんじゃないですか。おっし、ありがてー。わざわざ情報がほぼほぼ落ちなかった9番さんを釣りやすいから釣るっていうような印象しか私村全体からしか受けてないから。ありがてー。うん。まだ初日で色落ち全員して、あの全員色落ちきってないんだから、カリロラでいいと思います。で、5、6のどっちか怪しい方に入れればいいと思います。私は5入れます。じゃあ5に入れ。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。ありがてー、これ。これは、カリロラはすごいもったいない気もするけどな。霊能一人しかいないのに。6番。しかも6から釣るの？6番のプレイヤーは発言してください。いや、マジで言ってるか。カリロ、ちょっと待って。霊能マジでやばいぞ、あんた。なあ、なあ、わかる？今日カリと行く場面じゃないんだよ、カリと2人いてね。そうそうそう、今日絶対グレー詰める盤面だよ、あんた。うん、カリの色なんか見てもしゃあないだろ、これ、ほんとに。マジ。マジやばいよ、例の。例のマジやばいよ、これは。まあまあまあ、まあ、5、6だったら5番さん、片白だけど、俺釣られちゃったけど、現状ね。絶対の盤面はね、グレー行く盤面。うん。俺、これ出た意味ないじゃん、俺が。うん、え、これ、グレーの色なんか見たいんだよ。1巻の方がいいか、これ。3番さん、4番さんが白かった。5番さんに関しては若干強、5と2に関しては若干強めのようがあった。だから俺が出ることによって、グレーの1号1個に絞れて、これ一紙色が見えるんだよ。うん。で、俺釣っちゃうと、5番、いや、0噛むか。8番守れないのね。わかる？マジでもう。いや、グッチャも来ていいから、8位これいいか。シンカリね。うん。もう無理。もう負けだよ、これ。8位か。バイバイ。いや、悩むな、ここ。まあ、8でいいか。8で行って、カリロラス、行った方がいいか。夜が来ました。目を閉じてください。8で行くか。人狼は目を開けてください。人狼は人を殺してください。なんか俺5番さん強人だと思ったけど、なんで6番さん釣られたんだろう。ね、5番釣れると思ってよくわかんない、この村。なんで僕が釣り中になってるかもわかんないです。ですね。まあ頑張りましょう。ごめんなさい、ちょっともう、ライン切っちゃってごめんなさい。いや、全然、いや、もうナイスナイス。もう、あと任せます。うんうん。はい、ちょっと頑張り、沼ったらごめんなさい。はい、頑張りましょう。ワンチャングッジョブ。いやでも6だったらだって絶対霊能使用するしな。朝が来ました。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待って。え、ムラスラえ、どういうこと？え、待って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 。え、なんで、なんで、どういうこと？なんでみんな6番さん釣ったの？あー、1番さん結果わかんない。9しろ。え、だって、霊能者さんが5番釣るって言ってたんだから、それに従えばいいのに。って思いません？あ、3しろ、はい。え、つぶら。どういうことなの？え、これ、じゃあ、え、5番さんが6番さん殺したってことじゃん。せめて、受投票しないと、じゃあ、5番さん。絶対強人でしょ。え、4番さんですけど、私が多分ね、怪しいって言ったのは4番さんからだったんですけど、理由がさ、5番さんが強人なら霊能使用するから。だから私が怪しいんですか？その理論がよくわかんなくて、
なんだって思ってたら、なんかみんな便乗してたから、ってなったんですけど、4番さんが私怪しい理由は、5番さんを狂人で見てたから。実際狂人だったじゃないですか。片白で狂人潜伏するっていうのは普通だと思いますけどね。ってところだよね。今日、どうするんですかね。まあ、6番さん言う通り、カリロラはしない方がいいと思ったけど、まあでも、票がばらけるのも、あれだから、8番さんの意見に従ったんだけど。けど、どうしたらいいんだろう。まあちょっと、しっかり整理してもらえるとありがたいです。1番のプレイヤーは、声が上ずっちゃった。今日は5番でしょう。とりあえずね。あ、まあ6番さんで落ちてないと思う。村すら、まあ村にないからね、5番さんね。今日は5番で、とりあえず1陣が落として、まあ俺目線で、もう2番は白だと思うんだよな。だから4、7なんだけどね。なんで3番裏だったかというと、3番から9番に釣り位置持っていったんだよ。俺9番さん白いって言って、その理由がわからんって言ったけど、9番さんはまあ、狼だったら、まあ7、9ライン俺見えなかった。見えない。あ、で、挙句の果てに5、6、カリブ出てきた。めっちゃ声が上手っちゃった、久々に。7、9で夜話し合いしてるんだったら、9番さんが出る可能性もあるし、それで7番さんが出てきたんだけど、7、9はないと思って、9番は白い。4、1黒でいっか。5、9番釣りをした3番から。うん。で、4番さんも乗っかった。6番さんも乗っかった。うん、9釣り行こう、9釣り行こう。で、8番さんがやっと届いてくれた。9にヘイトが溜まりすぎ。そうなんだよね。うん、ってなったら、俺は3番か4番を占うしかなかった。っていう感じなんだけど、ってなったら俺目線も4、7しかないんだけどね。以上、はい。めっちゃ声は上手っつった。のプレイヤーは発言してください。ああ、4番なんか白かったんやけどな。盤面的に4番が濃いくなっちゃったな。1、3はないと思うよね。3番なんかひたすら1の締め下げてるし、まず3番が昨日7を締め、3番の昨日の発言、なんかみんな白い手だけど、2番が白いから7の新芽が上がるってわけわからんだけど全然納得できんねんけどさ、みんな白い白い発言言ってるけど納得そこできたのよくわからんかったけどね。なんで7番の新芽上げるん。だからどっちかの占い色見えてるんかなと思ったんやけど、見えてるとしたら1の黒ってことやん。え、違う、え、あ、そう、7の新芽上げてるから7の黒ってことか。うん、あるとしたら3、7かなと思ったから、1、3はないと思ってるから、どうだろうな。え、これ3、7はなくなったやん。3、7はなくなったやんな。1が3にしろ。だから3はなんか白くなっちゃうんかな、これ。正直、まあ、カリード行くのおかしいけど、5とかほぼほぼ狂人やん。だから、狼あるとしても 1% ぐらいかなと思ったやん。だからどうせ白出るから、黒出るある可能性あるとしたら6番って思ってごめんいただけやけど、明らかにミスやったな、反省してます。明らかに狂人やった、ね、それでもとりあえず5番いって、6釣りはないですよね。とりあえず5番いって、あー、わからんな。盤面的にはなんか3が白くなった。9番機能村目って言ったらなんか目線が似てたからってだけやけどね。今思ったら村目ほどではないかなって感じか。とりあえず5番いって、まだまとまってないな、俺。3番のプレイヤーは発言してください。はあ、そうですね。昨日カリロラとかするべきじゃなかったと思ったよ。でも、もう6番さんを釣っちゃった以上、今日は5番さんに投票しますよ。5番はもう 100% 強靭だと思ってますよ。だから5番さんは絶対釣る。これが理由です。で、どうなんでしょう。なんか、引っかかったんですよね。2番さん、かなり。2番さんってなんか私が白くなっちゃったな、みたいなこと言ってたんですけど、なっちゃいけないんですかね。どうなんですかね。で、結局の2番さんって昨日も2週目後半っていうの、2週目か。2週目グレーで釣り位置全然上げなかったし、で、1番さんと7番さんをどっちで死んで見てるのかっていうのも今日全然言ってなくって、なんか、でも7番さん死んで見てたけど、でも7番さんが、ね、これ3に白出した方が楽かもな。3の相方として2-7でありえるのかなっていう風に思っちゃったけど、でも4番さんもそうなると黒くなっちゃうし、ちょっとすっごい迷いますね、これは。
でも今日はとりあえず5番さんに行きます。はい。4番のプレイヤーは発言してください。まあ今日は5番さんを強人だと思ってするんだけど、まず9番さんに対して言うのは、5番さんの発言だけで強人名を拾って、5番さん強人だと思って釣るって言ってた9番さんに対して、別に5番さんは強人であれば自分を釣られに行くとか、自分が釣られに行くとか、そういうムーブするんじゃなくて、霊能使用して、それでも、まあ、最悪霊能ローラーに持って行って、まあ、ただでは死なないって思う5番さんが強人ならね。ただ今日は5番さんを強人だと思って釣るんだけど、そこは間違って申し訳なかった。で、6番さんに関しても3と4が白いで9を釣るっていう風に6番さん言ってて、別に9釣りの流れだったから6番さん出てくる必要もなかったと思ったんだよね。だから6番さん自体が9番さん狼かなと思って、9番さん釣りの流れを止めたかった強人かなっていう、目線も持てた。ただ今日は5番さん強人と思って釣るんだけどね。 5番さんの、そのカリド対抗で出てくる意味とか全くないから。で、1番さんと7番さんちょっとどっちかわからない。1番さんについては74だと思ってるって言ってるけど、74じゃなくて72も79もある中でなんで74なのっていうふうに思ってる1番さんに関しては。ただ7番さんに関しても新っぽい発言っていうのは、どうなのかな、別に、そこまで拾えてない。ただ1番さんっていうのは別に2占ったわけでもないんでしょう。そういうのに74で置いてるっていうのが一番さんちょっと怪しいかなって思ってる。そうだな。これ3に白出して1と近い行きたいっていう1釣りの方がいいな。出ただけ。今日は5番さん釣ります。占い師はどうだろうな。今のところまだ7番さんの発言も聞いてないけど、一番さんの発言も怪しいかなって思ってる。以上。5番のプレイヤーは発言してください。なんで俺を釣るんじゃけ、なんでっちゃけ、俺の怪しい要素ってなんじゃけ。初日にはね、スムラで、カリウドがどっちなのか分からない状況で、5番と6番が残される状況で、俺がめちゃめちゃ強靭で終われるっていう状況だとすれば、5番神なんて絶対起こり得ない。ってなると、6番さんが進化っていうか、この投票見ようじゃんけ、これ、投票。明らかに昨日なんかグレー詰める場面じゃけよ。なんで8番に乗って5と6に投票集めてるじゃけ。それはお前、俺なんか普通の村だったら5と6に投票なんか集めらへんやろなと思って、そのままお前普通に9に入れるちゃうのも、なんで俺犯人だ、コナンの犯人だ。村なのに。スムーラ、最初に言いました。2周目の段階で僕はっきり言いました。完全に僕が城を撃たれてる形の状況で、役職の使用も何もしない、スムラで後から出たんだよね、この人ね。人はいますかって、何ですかって伝えました。そうです。スムラです。こんなにも考察の伸びるスムラが、もしも仮に初日に噛まれてしまってくださいよ。僕なんかね、スムラでカリウドに初日グッズを連絡されてしまうような人間なんです。そんな人間が、もし仮に初日に噛まれてくださいよ。カリウドムーブをすることによって、ああ、もしかしたらこいつはアーマーかなと気づいてくれた6番さんとかは僕のことをもしかしたら守ってくれるかもしれないし、8番のことを守って僕が噛まれるかもしれない。そんな分からないじゃないですか。なんで今のはアーマーでしょ、完全に。なぜ56が56で9に入れてるクレーズメができてるのはこの村、6番さんが進化で俺がスムラ、なぜ俺に表示に追っているんだ、このもん。おかしいだろ、お前。脳死で5に行くとか言ったら2番だろ、このもん表示だよ、このもん。何言ったっちゃけ、このもん。2番釣りだよ、2番釣り。2番釣り一本指定です。7番のプレイヤーは発言してください。パッションがすごいけど今日5番さん釣ります。間違いなく。6番さんが使用したと5番さんその後使用したよね。もうブラスラとかアーマーとかっていうそのもうメリットがないもん。もう強靭置きです。今日は5番さん。で、なんで1番さんと2番さんはともかく、1番さんは狼だし、2番さんはもう白だから、もうともかくとして、3、4番さんはなんで昨日6番さんに行ったんですか？ちょっと理由を聞きたかったです。もう僕目線3、4が相方なんですよ。どっちか1番さんの。で、正直結論から言うと今3番さんなのかなって若干思ってます、今。いいね、4番さんの中の発言、まあこれは4番さんがライン切りだった、ライン切りっていう、まあそんな大層なもんじゃなかったけれども、4番さんのその1番さんの怪しいっていう、その指摘っていうのは確かにっていう形、村感情だなっていうのは率直に拾えた。3番さんに関しては確かに2番さん突っ込んでいたところを、じゃあ僕のことどう見るのっていう形、占い師さん、3番さん目線どうなのっていうところ、もう3番さん自身、ん？ごめん、タス言ってた。あーごめんなさい。僕9番に白です。僕9番に白です。うん、把握お願いします。
うん、ごめん、どこまで話したっけ。で、3番さん目線、どう2番さんを見てるのっていうところで、今、1、3ライン見てます。初日のやっぱり、3番さんの若干の1番さんたらきっていうのは、そういうライン切りの伏線だったのかなって、今思えば、追ってます。これで、4番さんが、4、1とかだったら、怖いんだけど、ね。3白で3が見ていいね。まあ、その線も今、見ていない状態です。9番さんは、ごめんなさい、疑っちゃってっていう形ですね。強靭のせいもないです、5番さんが強靭なんで。そこはちょっと申し訳ないと思いました。ちょっと、こればっかしは、なんだろうな。流れに乗ったっていうのが正直なところで、そこは申し訳ないです。すいません。で、1番さんは、1番さんも昨日6番さんに投票した理由をちゃんと言ってなかったですよね。明らかに5番さんが強靭だったのに、それはやっぱそれは片白だし、強靭ってつけてたから6番さんに投票したんでしょうかっていうところが、1番さんの2戦目だって、あえて挙げさせていただきます。今日5番さん、その後は明日1番さん。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。まあ、どうせ、神なしでもいいか。あ、でも、しんかり、いや、いないよな。紙なしでもいいか。紙なしでいっか、2、4、6。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。こんなもん携帯におかしい。初日にめちゃくちゃ無駄があった俺が不機嫌なんだっていきなり振られて5番が強靭だといじめが始まったどう考えても初日はグレーズメなのに8番に乗せられてプレーを詰めなかった無駄に言うよ明日は絶対に似合うを捨ててくれないと俺はプンプン丸だ二番の星座は俺を教師のくしてその後の狩人仕様にも全く無駄にを感じてないおかしいだろこんなものおかしいだろう俺は圧倒的につぶらかっただろうそんなのもわからないのは春のせい夜が来ました目を閉じてください人狼は目を開けてください人狼は人を殺してください人狼これ3番さんに白出しましょう。3番さんに白出しましょう。ああ、はい、わかりました。うん。の方がいいと思う。どうしようかな、2番紙でいいですかね。いや、ダメダメダメ。3、噛むなら3、3、3、3、3、3、3。あ、了解です。すいません。噛み出しでもよかったですけど。オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。ごめんなさい。いい感じです。いや、いい感じ、いい感じ。7番目線は141番目線は27か朝が来ました昨夜死んだのは3番4番のプレイヤーは発言してください。九黒三四郎三四郎っていうか、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。
巨人なの2番さん。まあ、自分目線7番さん、自分目線7番さんって三四郎でしょ。三四郎でしょ。いやー、ようわからんな。7番さんって西郎、九郎。西郎、九郎。西郎、九郎。ということはもう7番さん目線の狼って自分しかない。自分しかないってことは7番さんが偽、1番さんが真。で、9番さんに黒を打ってる。やっぱ1番さんが真。ということはやっぱ、あ、ということはもう今日9番さん釣る。巨人いたらどっちにしろ負けだから。7番のプレイヤーは発言してください。本当に2番さん強靭なんですか？もう負けじゃないですか、これ。1-4、昨日1-3とか追っちゃったけれども、1-4だったんだなんて。おかみさん、じじい。9番のプレイヤーは発言してください。1番さんは私、完全村目とか言ってたんじゃないですか？ 9、苦しくなったのかな？ってなると、1、4でいいんだよね。じゃあ、4番さん渡してるってことは、じゃあ4番さん、4か9投票でいいよね。4番さんに関しては、まずあれですよね。私にヘイトを向けてきたのが、ちょっとあまりにも雑だったっていうところですよね。5番さん強靭だったら霊能使用する。まあ、それはまあ、いいとしても、霊能が一人しか出てない状況。かつ、2-1 の盤面においてどこに強靭がいるかって探したときに、グレーにいるって考えるよりは、片白にいるって考えた方が自然ですからね。そこをつっついてきた理由がよくわからない。で、4番さんから始まったよね。で、投票を皆さん見てほしいんですけど、6番さんが釣られてますよね。5番さんの位置で、カリウドってちょっと考えづらくなかったですか、あの状況で。まあ確かに、霊能が一人生きてるから、6番さんからつって色見るっていうのも、まあ分かりはするけど、結局8番さん噛まれたでしょ。だったら新芽残してた方がいいんですよ。で、4番さんは6番さんに入れてるわけ。6番さんに。そう。投票見てほしい。6番さんに入れてる人をよく見てほしい。1番さんも入れてる。4番さんも入れてるわけね。だからってところかな。6番さん出る必要なかったって言ってたけど、全然出てもよかったと思うけどね。では4釣りでいきましょう。4番さん投票でお願いします。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、2番さんが強靭じゃない体で話すよ。じゃあ、2番さん強靭じゃないだったら今日9番入れてるね。今の7番さんの発言スッと回して、2番さん強靭ねっていうのが狼要素で、9番さんの発言なんで6番いったのって。6番さん本当出なくていいから。なんであの時点で9番さんに釣りちゃったからね。みんな9番さん釣り位置行ってて、真の霊能者の8番さんが9番さんにヘイト溜まりすぎてるって言って下流度に持っていったから、それはじゃあどっち行くって言ったら、17ランが静着だけど、ね、こっから17に持っていくとちょっと今日ばらけさせてるって思われるかなと思ったから。2番さん聞いてね。2番さん強靭だったら仕方ないけど、村だったら聞いて、それを黒要素、17ランって言うとしたんだけど、4番さんが私入れてるって言ってるから。俺は9番さんはね、メタ考察なんだよね。9番さんのルール説明でもう俺白置きしてしまったんよ。出てこなかった時点でもうそれだけだから、今日9番さん行って村だったら。マジかよ。2番のプレイヤーは発言してください。どっちやね。79やろ。79や思とったで。79や思とったで、ずっと。何4に入れたらええんか。本当に強靭なの？分からへん。本当に強靭なの？うん。俺が強靭やから6に入れた。え、違うな。5がもう、5があれやね、たらたらバカな村やったってことよ。え、7級でいいやんな。ああ、もう分からへんわ。同票にすればいいんじゃないか。違うか。いや、ちょっと、え、あんな。え、でもまだ語りの可能性もあるからな。17で見たら1のんが白い。94で見たら9のんが白いから、俺目線、どっちやねんって感じなんやけど。本当に強靭なのかな。どういうことやね。47か。47なわけないんや。
これ同率にすれば勝ちですよ、ね、どっちにしよう。投票なしにすれば勝ちだよ、ね、ちょっと待ってよ、冷静になろう。冷静になるぞ。投票放棄すればいいんですよね。で、明日に持ち込んで、で紙発生させたら勝ちだから。ここに入れたのが789。まあ、狼目線5が教授に見えたんやろうね。はい。ってことは14か、黒。わからん。もう一回黒アピールしてくれ、頼む。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。7番は2番に入れないでほしいけどな。4番のプレイヤーは発言してください。本当に強靭？まあ2番さんが強靭だったら自分に入れたらいいんだけど、まあどっちにしろもう負けだからね、2番さんが強靭だったら。ただ、5番さんの発言、あ、自分の白アピールすると、2番さん強靭じゃないことになってね。5番さんは強靭であれば、自分釣りを飲むような発言をするんじゃなくて、霊能治療をすると思う。だから5番さん強靭であれば、そうすると思ってるから、9番さんが5番さんに対して発言で、強靭っぽいって言ってたから、片白なのに5番さん釣ろうとしてた9番さんの発言は怪しいと思ってた。自分は5番さんが強靭だと思ったら、あ、強靭だったら霊能使用すると思ってるから、自分釣り発言をするよりかね。だから9番さんが片白なのに5番さん、その発言だけで5番さん強靭を期して釣ろうと思ってる9番さんが怪しいと思ってた。以上。9番のプレイヤーは発言してください。もう完全に今4番さん2番さんにパス回しましたよね。2番さんが強靭だったら自投票して、で、あれでしょ、あわよくはもう一回投票放棄して、で、あの紙、最後の紙で勝つっていう算段でしょ。うん、で、私別に5番さん釣ろうとしてませんよ。それ釣ろうとしてたのは1番さんね。私は5番さんが強靭だったら、しかもさ、私さ、思い出してくださいよ、私カリウド出てくださいって言いましたね。なんでかっていうと、グレーを詰める盤面だからね、6番さんも言ってたと思うけど、グレーを詰める盤面だったらカリウド出るべき。うん。で、占い幅狭めて、で、かつ、釣り位置を狭めて、黒を釣ろうっていう作戦だからね。うん。私は5番さんを釣ろうと思ってない。5番さんしかも片白だからね。で、5番さんは自分が片白なのにもかかわらず、ね、自分を釣り位置に上げてもいいけど、ね、自分を釣り位置に上げてもいいけど、それなら理由を上げてって言ったんだよ。誰も5番さんなんか釣ろうとしてないんだよ。で、その自分が釣られるかもしれないと思ってるのは人外だからなんだよ。村ではないよね、少なくとも。っていう話なんだよね。そう。だから、自然でしょ？だから、5番さんは人外。で、かつ、片白でなんかそういう怪しいムーブしてるってことは強靭なんじゃない？しかも2-1になってるでしょ？で、残りが、しかも7番さん、8番さんって続いて2-1ってなるのを、分かってるからね。っていうところだよね。別に5番さんが強靭っていうのは、その初日の考察では別に普通だよね。ところかな。4番さんがやっぱね、2番さんに自投票って、こんなの言う人ないでしょ、村だったらね。今日4番さんに投票してください。投票を始めてください。今の通じたかな？2番さんに投票放棄しろって言ったんだけど、間接的に。間接的に言ったんだけどな。聞いてくれてたかな？ 9 番のプレイヤーが選ばれました。いやー、それが伝わっちゃったかな。9番のプレイヤーは発言してください。え、マジどういう、まあ、ちょっと後で教えてほしいですね。お疲れ様でした。夜が来ました。目を閉じてください。それでバレたのかな。二強人だったらどうしよう。
朝が来ました。昨夜死んだのは4番。教授にかけたか。7番のプレイヤーは発言してください。もう俺投票しろよ。2番さんは人が悪いよ。本当にもう1番さん対抗ごめんね。いい勝負でした。いやいや結構いけたかなと思ったんだけどな。迫真の演技で。うん、ブラジージ。1番のプレイヤーは発言してください。いや、てかもう2番さん強靭使用する必要あった。別にないんちゃうのと思ったけど。もうだって5番嵐かって考えてしまったよ、2番が強靭やったら。まあでもあの時点でさ、2番さん強靭使用はいらないんじゃないと思いましたよ。はい、7で終わりです。5番強靭でしょ、7番さん。6番とそうだよね。2番。のプレイヤーは発言してください。ほぼないけど、でもあれ俺の標準仕様のおかげで多分9番があれよね、やらかしたよね、最後の発言で。だって4番村なら2番さんが標準なら自分に入れてくださいっていう発言全然おかしくないのに、9番そこおかしいとか村ならそんなこと言わんでしょとかなんか突っ込めたから、多分9番目線俺が強か村かわからんかったからもうこんがらがってたよね、視点が。だから分かった。7人います。投票を始めてください。村か、余計なこと言わんかったよかったな。7番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。村人の勝ちです。いや、5番がリア強かどうか分かんなかったからな。かあ。まあでもそんなおかしい発言だったかな。4番は強靭だったら自分に投票しろみたいな言うかね。いや悔しいな。まあなんか何にも触れなかったらよかったか。まぁ、ちょっと、どっちか分かんなかったっていうのが出ちゃったんだろうなぁ。くぅ。じじ、お疲れ様でした。めっちゃ緊張しちゃった。超緊張しちゃった。投票放棄してたからなぁ。まぁ、上手だったね。まぁ、謎理論だった。まあ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 、まあいい試合でしたね。